こんにちは、シンガーのウィリアムス弘子です。今日はエソテリックの視聴室にお邪魔しています。町田さんと角前さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは町田さんにお伺いしたいんですけれども、はい、エソテリックの主な製品、はい、そして展開など教えていただけますでしょうか。あ、はい。エソテリックの方ではですね、自社ブランドの、エソテリックの、日本のブランドなんですけれども、デジタルプレイヤー、それからアナログプレイヤー、それから、アンプ類ですね、そういったものを含めた、総合的なエレクトロニクスのメーカーとして自社ブランドのエソテリックを展開しています。それから、輸入ブランドでですね、スピーカーになるんですけれども、英国のタンノイのスピーカー、それから、ドイツのアバンギャルドというホーンスピーカーですね、それからアメリカのクリプシュというですね、これもホーンスピーカーを展開してまして、自社 のエレクトロニクスの製品と、あとは3つのホーンスピーカーというですね、そういう展開で今やっております。そうなんですね、はい、ジャズの、ね、シーンではよく、特にオーディオ業界では、はい、もうジャズの主張するのにはこういうアバンギャルドは非常に多く現れるシーンが多くて、はい、私もたくさん聞かせていただいているのと、はい、あとはもうタンノイは私が自宅で父が聞いていたスピーカーでしたので、本当に耳なじみのある、はい、もうとても私が勝手にご縁を感じている。そうですか。ラインナップだなと思ってます。 ありがとうございます。自社ブランドであるそのエソテリックについて、はい、さらに詳しく教えていただけますでしょうか。はい、わかりました。ですね、エソテリックはですね、中のメカ機構ですね、はい、ディスクドライブ、こちらは SACD の、VRDS アトラスというドライブなんですけど、はい、こういうメカ機構を全部自分たちで作れるっていうところがすごく大きな強みですね。はい、強みですね、うん、はい、でこちらの現行 の製品の方に入っている VRDS アトラスというメカなんですけれども、VRDS というですね、このディスクを、これがトレーで、ここにディスク載せて、読み込むわけなんですけど、読み込んだ後で、この同型 の, このクランパーでですね、ディスクの、方をクランプしてですね、ターンテーブルと呼んでますけど、ターンテーブルで CD を回すみたいな形になってます。ですので、CD のこのブレがほとんどこれで止めることができるので、正確に読み取りができるというメカになってます。すごい技術ですね。はい、ありがとうございます。でこちらのマスターサウンドディスクリートダックというんですけれども、オリジナルマスターのサウンドを、再生ができるダックの回路ということで、普通はダックのチップって、この 1.5 センチ角ぐらいのすごい小さな IC なんですけども、もっと電流をいっぱい流してですね、さらに優れた音質で細かいところまで自分たちの設計思想をちょっと貫きたいということで作ったのがこのダックになります。このくらいのものがこのくらい、そうですね。すごいですね。はい、もうそれだけで、もう見ているだけで音がすごいものが伝わってくるというんでしょうか。はい。やっぱりオーディオでやっぱりサイズの大きなコンポーネントを使うと、やっぱり音がいいっていうのがあると思うんですけども、なぜがそうなのかちょっと今難しいんですけど、やっぱりでかいパーツの方がやっぱり音がいいんですよね。はい、でやっぱり電源とかもちゃんとしっかりしたものですと、やっぱり音がもう断然良くなるので、電源とか、こういった大きなコンデンサーを使ってるんですけれども、こういうところをもう徹底的にこだわってですね、いい音を最近は追求の方をしております。いや、これは相当のこだわりということが伝わってきます、はい、ありがとうございます。であとはデジタルプレイヤーですね、メカ機構、それから回路と、あとはですね、アナログプレイヤーっていうのも、今から2年前に35周年を迎えた時に作りまして、でそれがちょっとこちらの、グランディオソ T1 という製品なんですけれども、デジタルだけではなくて、こういったアナログの、ターンテーブル、それから、アンプも含めて、全ての、オーディオのエレクトロニクスを、自分たちで作るというのが私どもの、ブランドになります。なるほど、はい。それでは今回の東京インターナショナルオーディオショーでの注目の製品について教えていただけますでしょうか。はい、ではまずですね、先ほどご説明させていただきました、アナログプレイヤー用のですね、このイコライザーということで、グランディオーソのですね、
モデルス E1 というものをですね今回出展しようと思っております。こちらはまだ今日お見せできているのはモックアップなんですが、実際当日にはですね、なるべく聞いていただけるような形で持っていきたいなと思っております。で続きましてですね、先ほどエソテリックとはというところで、まあ、大きくお話をさせていただきました。まあ、ディスクリートダックと、先ほどのですね VRDS のですね、メカを搭載しました、静 CD、スーパーオーディオ CD プレイヤーですね、まあ、こちらの新製品、K01XD の SE ですね、こちらの方を、持っていこうと思います。まあ、このデザインがですね非常にエソテリックとしたアイコン的なデザインのスーパーオーディオ CD プレイヤーとなっておりますので、まあ、それの最新世代機という形になっております。でそれと同じ兄弟機なんですが、それの、K03XDSE というバージョンですね、こちらも、今回お持ちしようと思っております。でこちらも同じ SE のですね、先ほどのまあダックディスクリートダックと、プラス SE のバージョンに上がったですねディスクリートのクロックを積んだネットワークプレイヤーネットワークダックですね、こちらの N01XDSE、 この辺りがですね SE のトリオということで今一番ですね推している製品となっております。でその他こちらのですねインテグレーテッドアンプですね、こちらも昨年のショーにも出品をしておりましたがこちらも発売となりました商品ですね F01 と F02 というですね A 級の A クラスクラス A のアンプと、クラス AB 級の、アンプこちらの2つを、持っていこうと思っております。クロックジェネレーターですね G01XD この0102シリーズの中のクロックジェネレーターこちらの方も、お持ちしたいと思っております。じゃあ私の方からちょっと補足させていただき どこが見どころなのかというのを簡単にごく、はい、簡単にご紹介します。まず最初こちら のグランディオスの E1 なんですけれどもこちらですね、こちら の何もないこの箱の方がこちらがオーディオを扱うオーディオのボックスになってましてで電源と、コントロール系がこちらの下のボックスの方に入ってます。でこちら のグランディオス T1 の、マッチするそのフォノイコライザーという形なんですけれども、まあ、面白いところはですねこれカートリッジからフォノイコライザーまでを普通上電圧で伝送するんですけれどもこちら電流伝送で受けるようなフォノイコライザーになってます。電流の場合ですと電圧と違ってケーブルのそのインピーダンスというか要はケーブルによって少し音質が変わってしまうというところが排除できるので、まあ、よりリアルな音が出せるかなというふうに考えて作ってまして、まあ、本当に電流でカートリッジから伝送した音っていうのは皆さん多分あまり聞いたことないと思いますんで、まあ、ぜひインターナショナルで期待していただければと思います。本当に音が出せる状態まで追い込めるかどうかちょっとまだ今ちょっと微妙なところなんですけれどもぜひ一度来てみていただきたいと思います。あとはまあ光カートリッジなんかも最近すごく使われている方多いので光カートリッジの受けなんかもですねつけるような予定をしております。でこちらまだモックアップなんですけれども実際に音ができるところまで追い込みたいなというところが一つポイントです。で先ほどご紹介したこのデジタルプレイヤーのですね K01XDSE それから K03XDSE の方は、新しくなったポイントは先ほど説明したこの DAC のですね、このアナログ部分こちらを、さらに音を追い込んでですね、まあ、今の我々の、理想に近い音に追い込んでまして非常に音的にナチュラルな自然な感じの音っていうのを目指してまして。ウィリアムさん先ほど聞いていただいて、はい、その時 の感想をあれですねどんな感じでしたでしょうか。そのもの特に弦の音なのかはもう目の前で聞いてるような、はい、過分なものが何もなくて演奏家の意図とか、はい、私は歌い手なので歌い手の意図、はい、意思の伝わり方ですね。あ、はい、でもこう素直にスッと入ってくる音で、あ、はい、なんかありがとうございます、まあ、自分の歌をちょっと聞いてしまうと自分の歌にはちょっとこう何をおっしゃいますか音として純粋に聞いた時にこう、はい、ふ
に落ちるような何か目の前で聞いているというような感じがしました、ね、あ、そうですか、ありがとうございます。はい、あの本当にあの腑に落ちる音だっていうふうに言われたのは今回2回目でございまして、はい、あのオーディオ評論家 の三浦先生の方にも同じことを言われました。はい、嬉しいです。で、あのおっしゃった中で、あの過分な音がしないっていうのが、やはりあのうちのエンジニアとしても一番すごく重要視している部分で、はい、で僕らあの SE とかを開発するときって、あの嫌な音をしないように、あの嫌だ、ちょっと嫌だな、ちょっと気になるなっていうところを、あの削ぐ方向で音を作っていくんですね。なるほど。はい、なので、まあ、例えばあの低域がちょっと過分、あの足りないななんていう時には、逆にあの中高域のところでなんか余分な音鳴ってないかなっていうのをよく聞いて、はい、でそこをあのうまく処理して、あの嫌な音を除いていくと低域が自然に出てきたりするんですね。はい、はいはい、よくわかります、ね、はい、でそういう考えで、アップデートしたのが今回の、あの SE なので、まあ、本当にあの腑に落ちる音っていうのは、あのまさにそういう感じがあると思いますので、いや、これは聞いてみたいですね、はい、そのインターナショナルオーディオショーで実際に実際の音を、はい、ぜひあの聞いていただきたいと思います。でこちらの、まあ、K の 01XD、 あのそれから N01XD はその新しい SE というあの DAC の技術が使われているんですけれども、まあ、それと組み合わせるこのプリメインアンプですね、こちらの方もですね、まあ、同じあの01シリーズということで、あの、まあ、インテグレーテッドアンプですね、プリメインアンプの、01シリーズのモデルになりまして、まあ、こちらもあのすごくあの評判が良くてですね、でアメリカであの一足先にあの2月にですね、こちらの F02 というあの兄弟機で、こちら ABQ の方の、兄弟機なんですけど、あのこれを出品しましたところ、フロリダのショーで、ベストオブザショーというですね、まあ、一番あのそのショーの中で一番音が良かったよっていうあの賞をいただきまして、すごいですね、はい、あのエソテリックですね、やはりあのデジタルプレイヤーとか、あのアナログプレイヤーとか、あのメカ屋さんってイメージあると思うんですけど、まあ、アンプの方もすごく最近力入れてますんで、まあ、ぜひこ の, あのプリメインアンプの方もですね、あの聞きに来ていただきたいというふうに思います。これは楽しみですね、はい、町田さん、はい、当日は丹ノ井の新製品も、はい、あの聞けると伺ったんですけれども、はいはい、今日はちょっとですね、あのその製品をちょっとお持ちすることができなかったんですけれども、インターナショナルオーディオショーの方には、新製品のですね、オートグラフ12というあの製品の方を、展示する予定になってます。で今こちらにあるケンジントンが10インチのドライバーなんですけれども、まあ、これよりも一回りぐらい、大きいサイズになってまして、まあ、1953年にあの発売された、あの伝説の名機と呼ばれる丹ノ井オートグラフというですね、まあ、コンサートホールを我が家にというあのコンセプトで作られた、まあ、超大型スピーカーなんですけれども、そちらがあの15インチ の, あのかなり大型なものですので、まあ、今回あの1953年に発売されてちょっと1年あの頭が出ちゃったんですけども、70周年ということで、はい、オートグラフの70周年で、12インチのですね、まあ、よりあのコンパクトで設置がしやすい、タイプの新製品が出てまいります。で5月 の, あのミュンヘンショーで初めて発表されまして、世界的にも聞ける、ショーというのが東京が2回目になりますので、あのぜひ聞きに来ていただければと思います。それでは当日のブースでの催し物など教えていただけますでしょうか。はい、当日はですね、26日、27日、28日と、基本的にあのメインは自社の講演もやってまいります。で、使う機材といたしましては、もうアナログからですね、そうとしては SACD、CD、さらにネットワーク、多彩なですね、ソースからの再生をさせていただこうと思っています。で、さらに使っていくスピーカーもですね、先ほどご紹介しました丹ノ井、あとアバンギャルド、それにプラスしまして、皆さん気になっているかと思いますが、その新しい方のですね、クリプシュ、この辺あたりをですね、組み合わせて鳴らしていこうと思っています。で、さらにあの27日の方はですね、我々のところでは評論家の先生の方にですね、講演もお願いするんですが、エソテリックの製品をですね、使ってらっしゃる先生方にその生の声とですね、使用感、それと紹介のところをやっていただこうと思っております。27日は山内先生と風先生で、28日がですね、角田先生と三浦先生、こちらにですね、お願いしようと思っております。で具体的なですね、時間等々はまた SNS、我々のウェブページ等でですね、発表させていただこうと思っております。それでは最後にご来場の皆様に一言メッセージをお願いできますでしょうか。はい、
エステリックブースではですね、新製品を中心にさまざまなスピーカーを使ってのデモンストレーションを行いますので、ぜひですね、お気に来ていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、お客様の方にですね、楽しんでいただけるように最大限頑張りたいと思います。あと僕ら自身も楽しんでやっていきたいと思いますので、どうぞご来場ください。本日は町田さんと角前さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。